先ほど EU の話をしていただいたと思うんですけど、動きを国連とか、まあ、日本ではその男性に対するそういった問題に対する政策であるとか、まあ、取り組みなんかはどうなっているんでしょうかね。実は僕は内閣府の男女共同参画会議の、専門調査会の委員だったときに、2010年に作られた、基本計画の時、男性男子というところの、分野の主査をしてたんですけれど、その時に男性相談を進めようということで、今申し上げたように、いろんな形で男性たちも問題を抱えているにもかかわらず、なかなかこう自分の辛い思いを人にこう言えないような状態、しかも男は相談するなっていう縛りが大変強いので、男性たちにこう働きかける意味でも、公的な男性相談、つまり男性相談をと例えば地方自治体がやりますよっていうことになれば、男も相談していいんだっていうことを、ある種行政が認めてくれてるわけで、ちょっとこう気軽に相談できるかなっていうところも、あって、男性の相談、ただですね、これ言った時にやっぱり女性の人たちから、女性相談も不十分なのに、なんでこう、男性相談になんかお金かけるんだっていう声も出てきて、ただ僕その時に申し上げたのは、もう規制のいろんな相談の仕組みがあるわけですよね。メンタルヘルスの相談とかっていうのは、いろんなところでやってますし、大体相談ってのは逆に男性対象でやられてるものが多いんで、その一般にやられてる相談に男性相談っていうふうにはっきり書いて、今日は男性相談の日ですよっていうふうにやってもらえば、お金をかけずにやれるんじゃないかなっていう提案もしてたんですね。実際にそれ以降は今日本の地方自治体で80自治体ぐらいが今男性相談を、多くは電話相談なんですけども始めています。それは一つの、重要なポイントかなと思いますし、昨年の女性活躍の骨太の方針の中でも、政府はこの男性相談っていうのは取り上げておられます。